トランスワールド航空は、かつて、アメリカ合衆国に存在した大手航空会社。1996年に発生した TWA800 便事故による業績悪化で、2001年にアメリカン航空に吸収合併され消滅した。トランスコンチネンタルウェスタンエア時代のダグラス、DC-3925 年に、 ウエスタンエアーエキスプレスとして設立された後、1930年に、当時の大手航空会社のトランスコンチネンタルエアー、トランスポートと合併し、トランスコンチネンタルウエスタンエアーと社名を変更した。トランスコンチネンタルエア・トランスポートは、1928年に創設され、世界初の大西洋横断飛行を成し遂げた著名な飛行家のチャールズ・ウィンドバーグが、 技術顧問を務めていたことで有名だった。その後1932年には、全金属製の最新鋭機であるダグラス DC-1 を導入したほか、その後も、同期の生産型であるダグラス DC-2 や DC、DC-3 などの新鋭機を次々に導入し、コロンバス・ピッツバーグ・ニューアーク戦や、アメリカ大陸横断路線に参入するなど、 その路線網を全米に拡大し続けた。ボーイング3071939年には、当時の社長のジャック・フライの友人の大富豪で、飛行家や航空機製作会社の経営者としても、知られるハワード・ヒューズに買収された。以降、ヒューズにより莫大な資金が投下され安定した資本の、元、余圧客室を、 持ち高高度運行が可能なボーイング307を1940年に導入したほか、オーナーのヒューズ自らが、アメリカ大陸無着陸横断が可能な大型旅客機、ロッキードコンステレーション開発の温度を取るなど、本格的な国際航路の開設を含む、さらなる事業規模の拡大を目指す。しかし、1939年9月の第2次。 世界大戦の勃発と、その後の1941年12月のアメリカの第二次世界大戦への参戦により、ヒューズ参加での国内外路線の拡大は一時的に中断されることとなる。さらに、パンアメリカン航空やユナイテッド航空、ノースウェスト航空などの競合他社と同じく、1945年8月の終戦までの間、所有機とそのパイロットの多くが、 アメリカ軍に徴用されてしまった。ロッキード L-749A、コンステレーションロッキード L-1649、スーパーコンステレーションコンベア880ボーイング707ボーイング727ロッキード L-1011。 ドライスターボーイング747と 747SP ボーイング767から200、ボーイング717から200アメリカン航空の塗装になった、ボーイング757から231第二次、世界大戦終結後の1946年には、戦争により導入が遅れていた、ロッキード L-749A コンステレーションを、 世界各国の航空会社に先駆け導入した。さらに1950年には国際線を独占しようとするライバルのパンアメリカン航空とパンアメリカン航空からの多額の賄賂を受けたオーウェン・ブリュスター上院議員が提出したコミュニティエアライン法案の論争に勝利し国際線への本格的参入が可能になるとそれに合わせて社名をトランスワールド航空に変更した。 これらの本格的な長距離国際線の開設に先立ちトランスコンチネンタルエアートランスポート時代から同社のアドバイザーを務めていたチャールズ・リンドバーグが引き続き就任していた。また、冷戦下においてアメリカや西側諸国の友好国となった新興国の民間航空の発達にも力添えしサウジアラビア航空やエチオピア航空の設立に協力したほか、 敗戦国である西ドイツのフラッグキャリアである、ルフトハンザドイツ航空の復活にも協力した。その後も、ロッキードコンステレーションの最新機種である、L、L-1049、スーパーコンステレーションや L-1649、スターライナーなどの最新機材を次々に導入し、長距離国際線やアメリカ大陸を断便に投入した。 さらに1958年から1959年にかけては当時の最新ウェイジェット旅客機のボーイング707や再びヒューズが開発に関わったコンベア880を相次ぎ導入するなどパンアメリカン航空と並び華やかな空の黄金時代を代表する航空会社として世界の空に君臨した国際線はフランスやイタリア ギリシアをはじめとする大西洋横断路線及びヨーロッパ路線とエジプトやレバノンなどの中東路線がメインであったがその後徐々に路線網を拡張し最盛期には東アジアや東南アジア沖縄を経由した世界一周路線をノースウェスト航空の路線とつなぎ合わせて運行するまでになったまたロンドンのヒースロー国際空港やパリの オルリー空港を地域ハブとし、ヨーロッパや中東への接続便を運航した。なお、日本路線は、パンアメリカン航空とノースウェスト航空が、長年独占し続けていたこともあり、アメリカ占領当時の沖縄に乗り入れていたのみで、あったが、アメリカ軍チャーター等で、横田基地や板月基地に、たびたび飛来していた。また、1989年10月、 1992年1月には、ロナルド・レーガン元大統領や、ジョージ・ HW ブッシュ大統領訪日の際の、随行期として、大阪国際空港にも飛来した。映画制作者としても有名であった、ヒューズの人脈から、ハリウッドスター御用達航空会社としても知られており、キャサリン・ヘップバーンや、フランク・シナトラ、ハンフリー・ボガートや、 エヴァガードナーなど多くの映画スターが頻繁に移動に利用しただけでなく1940年代から1960年代にかけて多くの映画やレコードのジャケットに同社の飛行機が登場している。さらに1948年にヒューズが買収した映画会社 RKO の新作映画の試写会を機内で行うなどヒューズグループ参加にあることをマーケティングに活用した。 また、1950年代後半から1960年代後半にかけては、ヒューズの地元であるカリフォルニア州南部にオープンした遊園地ディズニーランドの公式スポンサーとなったその後、経営方針をめぐり、ヒューズと役員会が対立したことを受けて、ヒューズは1966年に保有する株の多くを手放し、経営から手を引くこととなった。また、 同年世界一周路線から撤退した。この際ヒューズと TWA は裁判でも争ったが、裁判所はヒューズに有利な判決を下したため、結果的に TWA は100万ドル以上の多額の裁判費用をヒューズに払うことになった。最大のスポンサーでもあったものの、最大の足かせでもあったヒューズが去ったことで、経営方針が変わり、1967年には、 世界最大級のホテルチェーンであるヒルトンインターナショナルを買収するなど順調な業績をもとに事業の多角化を進めた。さらに1970年代には最新鋭のロッキード L1011 トライスター型機をイースタン航空やデルタ航空などの他の大手航空会社と共に導入し国内艦船や単中距離国際線に投入したほか ボーイング747型機や同型機の超、長距離型であるボーイング 747SP の導入などを通じて、積極的な国際専網の展開を進めた。しかし、1970年代後半になると、エールフランス航空や日本航空、KLM オランダ航空や、ルフトハンザドイツ航空などとの外国航空会社との競合激化などにより次第に業績が悪化し、 経営が苦しくなったところで、規制緩和の大波を受けることになった。1978年に、当時のジミー・カーター政権によってもたらされた、アメリカ国内航空業界の規制緩和後、国内外での厳しい価格競争により、すでに業績が悪化しつつあった TWA は、大打撃を受けた。その結果、破断したもののパンアメリカン航空と合併の交渉も、いった。 加えて1985年には、テロの標的ともなり、トランスワールド航空847便テロ事件が発生した。その後、1980年代中盤にかけては、何度か、カール・アイ・カーンなどの投資家による、企業買収によって経営者が変わるなどの異変はあった。ものの、空の黄金時代を共に謳歌した、パンアメリカン航空やブラニフ航空、 イースタン航空などの大手航空会社が厳しい競争に敗れ次々に破産や吸収合併により消えていく中 TWA はローマやアテネなどのヨーロッパやカイロやジェッダなどの中東への国際線をはじめとする主要路線の売却や拠点空港をミズーリ州セントルイスへ移転するなどして大手航空会社として辛くも生き残っていた 1990年代に入ると湾岸戦争による燃料費の高騰や一時的な航空旅客の減少やアメリカ国内外における格安航空会社の台頭などから慢性的な経営不振に陥り1992年と1995年には相次いでチャプター11の申請を行うもののなんとか運行は継続していた 破産申請こそ言ったものの、イメージ刷新を狙って1996年に新しい塗装を導入したほか、ボーイング777やボーイング717型機などの燃料効率の良い新型機の導入を進めた。さらに、セントルイスを新たな国際ハブとすべく、すでに就航していたセントルイスパリ戦に続いて新たに導入した。 ボーイング777によって1999年にセントルイス東京線の就航を計画するなど経営効率化とともに再び積極的な経営拡大を行うことで収益拡大を図った。しかし1996年7月17日にニューヨーク州のロングアイランド沖で パリー機の800便のボーイング747型機が燃料タンクの構造的欠陥が元で爆発、空中分解して墜落し、230人の乗員、乗客全員が死亡する事故が起きた。この予想もしていなかった悲劇が起きたことで、セントルイスをハブ空港に新たに進んでいたトランスワールド航空の経営拡大路線は、この事故により中止を余儀なくされた。その後、 運行費用が高いボーイング747やロッキード L-1011、ボーイング727などの老朽機材の売却や不採算路線の廃止や子会社の整理などの経営効率化を図ったものの2001年にライバルの一つであるアメリカン航空に吸収合併されることが決まった。吸収合併後もしばらくの間、 多くの元トランスワールド航空の機材はそのままの塗装にアメリカン航空のロゴを入れたり逆にアメリカン航空の銀色のペイントにトランスワールドのブランドロゴが入ったままで運航していたが間もなくそのような機材も姿を消しトランスワールド航空は完全に終焉を迎えたジョン・ F ・ケネディ国際空港第5ターミナルだった TWA ホテルその後アメリカン航空は ウェブサイトの統合、各空港の施設のロゴの差し替え、ボーイング717型機のデルタ航空への売却を進めたほか、経営合理化の一環として、既存の最大のハブ空港であるシカゴにほど近い、セントルイス国際空港を自社のハブ空港から外すなど、トランスワールド航空の遺産は姿を消していった。しかし、全世紀のトランスワールド航空がボーイング707、 などの大型ジェット機の就航に対応すべく、フィンランド生まれの建築家のエロ・サーリネンに設計させた、ニューヨークのジョン・ F ケネディ国際空港のトランスワールド航空専用ターミナルは、そのデザインの美しさから現在に至るまで、歴史的建造物として高い評価を受け続けている。またこのターミナルは、そのデザインの美しさから、キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャンなど多くのアメリカ映画に、 1960年代という航空業界の黄金時代を代表するアイコンとして出演している。このターミナルはホテルとレストラン、プールへの改装工事が2016年12月に始まり2019年に TWA ホテルの名称で開業した。なお、ヒューズが TWA のために開発を進めさせたロッキード・コンステレーションもその美しいフォルムから レシプロ大型旅客機の最高傑作として、現在も数機が保存され、イベントなどで飛行し人気となっている。ロッキード L-749、A コンステレーションダグラス DC-9、ATR42 なお、トランスワールド航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は31で、 航空機の形式名は747から131、747SP-31、767から231などとなっていた。サンフランシスコのポスターパリのポスター903便の残骸。ありがとうございます。